こんにちは、あるいはこんばんは、生誕院ユアンドグループです。はい、ということで、みんなが迷子になってしまいました、胸椎の抱きかかえのアジャスト、私、考えました。一番鳴らされにくい。ちょっと待って、ゴークの顔取ってもらっていい？どうしたの？なんか、大丈夫です。大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか？ぐーっと押し付けた状態から始めてる感じがするんだよね。抱きかかえの時に。あれね、どっちかっていうと、ここ。で、ここがへこむ感じ。で、隙間を作る感じ。で、こう、急にそれ、ちょっと取ってもらっていいですか？これをね、俗に言うね、エア性交渉って言って下品な動きって言うんですよ。はい、ということでね。で、この前ね、深夜ちょっと教えて、深夜にかけた時にさ、俺、骨折っちゃったかと思ったけど、あんまりバーコーンになるから。何をやったかっていうと、ここに隙間を作ってこういう風にやるって、こう簡単に言ってもちょっと意味わかんないでしょ。だからそれブレちゃうから。これを、こう、前後に振るじゃん。振る時に、こう、背中を体から離しちゃう。こういう感じ。何言ってか分かんないと思うんで、誰か食られた人。ちょっと、誰かカメラ変わって。ここが、こうくっつきすぎた状態でやってると、瞬間の圧発生しないよね。で、うまくならねえなとか、これ練習用ではあくまで、患者さんにやると、下手くそってなるんで、あくまでもう身内の練習だけど、例えばこう、前に振る。で、ここ今、隙間できてる。これ。振って当てる。これやると威力が100倍ぐらいになるの。で、だらっとして、そう。わかる？浮いてからバンってきたでしょ。うん。もう膝打ちはさ、もうはっきり言ってさ、教えることないわ。みんなできるようになっちゃったかな。珍しくなったらこっち。わかる？振って隙間作って、こう、こういう感じでいったでしょ。これがあると、でかい相手とか、まあ、常時こうパチンパチンやるもんじゃないんだけど、あのぐらいだったらさ、当たって痛いはないじゃん。うん、そう。で、あれで離した時にブレないかどうか。まっすぐ行ってまっすぐ引きつけて、当てたと思ったら一気に引き抜く。こうやると、でかい相手でも問題なくなるんじゃないかと。ということで、誰が誰にやってみたいとかありますか？まずやりたい人！誰にやりたい？ちょっと待って、まずこっちから聞こう。誰にやりたい？飯田さん。お、ぬるいとこ。まずは。ちなみに、深夜は誰やりたい？郷さん。おー、確かに。あさたさで、これ、もうちょっとこうしようね。ギリギリ、これが、こうやって振った時に、ここ。今これずれたんよ。これでずれたの。このまま当てるのよ。こう。で、こう振って、このまま当てる。で、ドンでやった時にそのまま引き抜いてみる。やりたいことは伝わりました。だから一つにはなってなかったね。痛くこれ鳴ったの。ただの打撃音。打撃音。あれ、合ってるんですか？セットの時に1本なってました。院長がこうやってやんだよ、時にポンってこうなってました。それ関係ないとこは振動で。板君どうする？泣きのもう一回許す？あ、全然いいじゃん。苦しい。じゃあ、あれ、いやいや、恋に落ちたの。あれを、じゃあイメージして、振って、引きつけて、まっすぐ引きつけて、真上に抜く。お前がなったのもしかして。やり直し。なかったです。編集しねえかんな。なんない日なの。そんなはずないですよね。首抜き決まりすぎるとなんなかったですから。こういう感じ。わかる？動きはわかる。お年寄りには絶対やらないでください。なかったことにしよう。でも動画には残ってる下すぎたんですかね、位置が。どう？テンションがかかってない感じがしました。あのあれ加害ゴミの方からですか？そりゃそうだろう。ゴミは位置が悪かった。当たる位置、まあいや圧が多分抜けてた感じがします、ね、もう当てることでいっぱいいっぱいなんだ。そうだと思います。ごめん、もう一回ちょっと待って。この当てるっていうのは、まあ、あくまで一つのこれ練習法だけど、こうやって当たるとほらめくれんじゃん頭。この圧が作れんだよね、簡単に。それもそうなんだけど、こうやってセットしてからこう持ってくるときに、ここのくっついてる部分がこうやってこれずれちゃうんだよ、うん、こうやって。これだと絶対なんないから。このロックがインパクトがもうずれたって意味ない。だからこの前手をこうやって持ってると、それ以上下に下がんねえようにっていうのは、多分それが強く出るのかなと。はい、じゃあ次。深夜これ得意なんじゃない？バチンやるから。顔汚い、顔汚い、顔汚い。何なんだよ。よいしょ。どう？初めての感覚です。何？何？ええ顔してええ顔だよ。俺も同じこと思った。全く同じこと思った。俺も。一緒にやられてないから余計に。じゃなんかやったことなかった。なり方が違うんだよね。そう。でもすごいなって。俺もできてるかどうかは分からないです。多分言ってんじゃない？今までとインパクトのあれが違う。うん。インパクトはやっぱ強いよね。でもそんなに開けてないもんな、言うて。隙間はそんな開けて、すごい近い。でもなんか、この後ろに、この。あ、パンパンパンってね。こういう感じ。これ振って、もっと近づいて。振って当てる。振って当てる。下がなった1本だけ、うん、だからほぼなってる。だってもうこのサイズ感だったらもう無理やったやつ。あれ限度ですね。いやちゃ前は怪力アジャストってでもこの方が多分実質楽じゃない？力ちょっとアッキーさんでやったので自信はついた感はあるかもしれない。何があったら自在になるのかっつうのもさ、分かんないからさ、俺勝手にこうやっちゃってるからさ。うん、OK。こっからさ、こうやってグーッと持ち上げちゃってたじゃん、前。うん、あれだとさ、自分痛めんだよ。ザツ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 。チェルシー！チェルシーも販売中止だからな、もう。販売終了だって。そうなんですか？そうなの。チェルシー出ようよ。説明ちゃう。ねえ、チェルシー出ようよ。ちょっとここを丸めて、ここに隙間作っとくの。こうで前に振る。で、あ、そう。あ、そう。ASMR や。力抜いて、肩の力。ちょっと今当てるのを早いっていうか、動きが早い。優雅ではなくて、はい、こういう。こう何ゆりかごみたいなリズムじゃなくて、ってやったからファッションな感じ。それちょっと違います。こういう感じがなかったですよね。そうバーンいってました。ただぶつけただけみたいな。事故でした。事故だね。アッキーの体当たりはね、軽自動車のタックルと同じです。パンチングマシンが軽自動車の事故ってよく言われました。ほら危ねえやつだね。めっちゃなるね。こうなんで、これで、これがこうで、この時に当ててこうやってずれちゃったら意味ないんで、はい、俺これで今ここは隙間が空いてる、うん、どう誰が逆やどうだったって病気みたいな寝とったもんすごかったっすねパンってよくさこう言うじゃんパチンって感触がないよっていうのはあれこれだと強制的に作れるからもう一回手いくんでおもろいありがとうございますなんでささやくのもっと後ろ座ってって言うたらええやんああそうそう顔が汚いね。いい位置なんつったんじゃん。いいと思う。これはいいんじゃないの？隙間を作るから必然的にこうなるんだよね、うん、ここでこことここで支えてんだよでここをへこましてんだよ、はい、ここでそれにゲッとこうぶつけながらダンダンダンってこうこれとこれが本当に直線になるんですよねそうそうそうそれ以外いかなくなる、はい、でこのやっぱこうやってこうズズズってずれちゃうのを瞬間で仕留めるから出なくなるしインパクトが作れる硬いな事故です今のは事故ですただの事故ですよ今出てない声出てますじゃあ言わしてもらっていいですか言わしてもらっていいですか脱力を仕切ってると横隔膜が潰されたのでじゃなくて息が出たんですよ多分痛くはないと思うよ痛かったインパクトすごかった。ほら、痛いって言わないで。打ち合わせ通りで。もうちょっと上がなった。いや、全部鳴ったと思ったんですけど。いい位置だったら、もう完全にこの裏ババーンって入ってたもんね。うん、多分問題ないと思うんだけど。あれって正解なんですかね。あ、もう全然多分。あれ以上は、こういうボディが必要になってくる。シュンヤってでもさ、ちょっともともとこうやって、こういう体型じゃん。だからちょうどいいんじゃないこのベンっつって。その時だけこうやってベンってやる。じゃあ次次。ちょっと待って。これは何隠した隠した。なんで反抗的な面。腹筋力見て。あら、あら大丈夫だよ。前に行かなくていいよ。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと待って。12つでしょ。OK。もう滑りそう、うん、だからもっと下から入る口づけしないで体が下からこうやって入るこうやって下から、うん、でこうしました手のこう真下に向ける難しいのか開けるんですもんね開けて自分固めてドンドン真ん中開けるんだけど、うん腕は隙間作らない感じですか。うん。もうスライドしながら息つけてる。なってはいるんですけど。なってはいたけどね。なってはいたけど、秋代の不満そうな顔。見えないのが怖いね。もっと流してほしい。よかったよね。こっちから撮ったら危なかったもん。放送事故だった。でもいつもよりなんか、あでも手の位置もあるのか。ゴンさんがあれくらいは鳴らせるから。自分の胸骨が痛いです。さっきね、向きになってたから、ここら辺ちょっと痛いです。負けられない戦いってあんのよ、してる。こうなって、ちょっと起きてんだな、こうやって。ね、そんな感じだよね。ですね。手の位置もそんな感じですよ。これって胸に当たってる場所は肩甲骨なんだよね。ああ、この一体感ですよね。こうやってこう尻餅か。こう。ああ、すごい。ASMR なんて喋んないでもらっていいですか。新感覚。またアースグラビティともちょっと違うよね。違います、違います。なんか滑らかに力が入っていく感じがするでしょ、このフォームが取れると。これフォームで鳴らすんだよね、これ。で、これが、今パチンパチンって当ててたけど、当てないでこう振って、ちょっとこう、ちょっと浮いたかな、かからずが、ちょっと浮いたかなってところで持ってきて、圧が乗り始めたところでこれ、始められれば、インパクトをつける。うん、なんだ薬物が効いた顔してますよ。ガンギマリこれ。放送事故。これじゃ終了。手もあるのかな。ちっちゃいぞ。いやだけどあのスペースを作れるちょっとやってみましょう。大胸筋をちょっとこういうふうにこう自分の溝打ちを引くような感じでこことここでロックする。ほら。優しい。それやってんだけど。で、こう、伸ばしきってぶつける。なんて言ったらいいの？いや、そんなもんで多分いく。まだちょっとぬめり流出てるよね。いつもぬりめもやりやすいかもしれない。新感覚探りながら「うん」って入れてたからあれをもっとこうパチンで終わらしちゃえば普通にうめえんじゃない。いいんじゃない、おかげですか。いや、まあそうだね。だって動画をちゃんと見てる人が言ってたもん、スタッフさんの動きが変わったってだからなんちゅうの、そうするとハードとプレッシャーすごいんだよ。もうそしたらもう絶対に折るって決めてやんないと。え、これ負けられない戦いです。負けられない戦いです。そんなやった方がいい。だこうそんなにさこうガバって隙間がこう開くわけじゃないから。これちょっとだけなんでこのちょっとトントントン。ワシントン。トン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 。日野のニットン。まさかね技を変えてくるとは。ASMR 新感覚だよね、本当ね。すごいよね。違うよね。そう、すごいっすよ。自分まだ食らってないんで誰にも。じゃあしゅんちゃんの食らったらいい。なんだったらしゅうやくんが多分今一番うまいんじゃないかな。まだなってない人いない。全員私だけですね、じゃあ。で、シュンヤでいいですか、じゃあ。うん。なんでそれいいやん。もっと。あ、ちょっと、もう少し前で、もうちょい前。ああ、足色はそうなります。いや、今、前に出すことあんまさっきと変わってないって言ってたけど。いいの？大丈夫。なんかすごいやん。園長さんすごい声出す。え、すげえ。まあ、威力の問題かもしれないけど。全部いったぞ、今。すごいっすよね。何これ。俺、天才じゃない。すげえ、すごい。もう、自称、教えるの下手っていう。脱却したかな。ちょっと膝が当たったけど。これすげえじゃん。俺が考えたでいいかな。正面衝突アジャスト。正面事故ですね。事故アジャスト。いや、そうするとちょっとあれ違う検索に引っかかっちゃう。あ、これすげえな。ちょっと立って。これでなんなかったらね。そうですね。かなり広範囲に入ってたよ。このままこうです。あ、パチンだ。パチン。まあまあなるのはなるのはまあまあ。上も行きますからね。2つか今があった。いやほぼ一緒。より深い。より深く。ここドドッみたいな。俊也は全部が。全部均一に圧入った感じ。まあでも苦手な体型の人には全然多分痛くなかったしね。俺も全然こうやった時に「お何これ」みたいな。これ新感覚だね。あ、僕の首がありますよ。あ、やります。じゃあこのさっきのあれをちょっと踏まえて。でも結構すごかったな。だってなんなかったもんね。口ぐらいだったもんね今のでね。かなりのあれじゃない。普通になってたらフォームどうなるの？あ、まあ見りゃいいかと。焦って知りたくなっちゃった。いや、言うていい。いや、そんなに鳴らされるわけないですよって思ってた。これも、何年かなと思って。心ではちょっと一旦敗北してた。心でよりは敗北しました。思いのほかなったね。ただ、委員長が、楽々と上がったんで。ああ、だからなんかね、こう、転がるように力がこう動いていく感じがするんだよ、この。やっててもやられても。アッキーさんもゴーさんもそうなんですけど、楽々これで、多分だけど、ここから当たって、だんだん上にこう当たると思うんで、自分のやる側は。だから下から上に持ち上げられてるの圧が発生するんだよ、これだと。上がこう抜けてるじゃん。当たってないから、この。だからそれで、こう下からパパパってこう行きやすいんだと思う。あと、シュウ君やっぱね、手の位置がもうすごいしっかりこうなってる。あ、でも痛くもなかったよ、ホールドも。膝蹴りの方がちょっと痛かった。ちょっと猫背が過ぎるんでね、私。あ、やっぱね、引っ張った距離だね。もっと長くだね。難しいですね。今ね、奥に触れてなかったね。ああ。だからこう振って戻ってくるのを加速させるっていう感じじゃなかったね。ああ、ダメだこれ。もうちょっと締めて。これちょっと新感覚ですね、でも、この胸椎のアジャストは。ああ、だからちょっと、これから新人入ってくるかもしれない状態なんでね。てか、見習い決まりました。チェルシーの時にこれできてるかな、お前が見習いの時。そうっすね。なあ、ああいうのがあって何がならんのかはわからないから脱出しないといけないじゃん、俺自身。これだったらひょっとしたらって。もう、何喋ればいいの？終わりって。あ、今日は全然痛くもないや、なんか。もうちょっとこう引っ張れればっていう部分あったけどね。ラーメン食べて帰りたいと思いますってこと次こう全体が集まるのは2ヶ月後だもんね。9月だからね、今の9月だから。ということでね、またの講習会をお楽しみにしててくださいということで、ご視聴ありがとうございました。